高校生・受験生の皆さん、こんにちは。大学の授業って一体どのようなことを学ぶのでしょうか模擬授業や実際の授業をお見せします。それではご覧ください。皆さんこんにちは。清卓大学国際学部グローバルビジネス学科の中村です。この動画にアクセスをしていただいてありがとうございます。ちょっと緩いタイトルですが、目的は グローバル社会への招待ですどうぞ気楽にご覧くださいこの動画を見てくれている皆さんはグローバルなことに関心がある方が多いというふうに思います現在グローバル化という言葉がよく使われていますではどんなことが起きているのでしょうかこの動画ではグローバル化のイメージを持っていただき そしてその面白さを感じていただきたいというふうに思いますでは一緒にミニ世界旅行に出ることといたしましょう最初のメッセージは世界は広いということです皆さんは世界にはいくつの国があるというふうに思いますかいろいろな数え方がありますけれども 国際連合、つまり国連ですが、国連への加盟国の数で見てみますと、現在はなんと193カ国が加盟をしています。国連が発足した当初、1945年には51カ国にすぎませんでしたので、なんと4倍近くに増えているわけです。世界はまさに広いのです。 先ほどは世界の国の数をお話をしましたでは世界には何人の人が暮らしているのでしょうか想像してみてくださいこのグラフは2019年の人口の多い国を並べたものですダントツは中国とインド14億,14億人近い人口になっていますそれにアメリカ インドネシアなどが続いています。では、世界全体ではどうでしょうか。世界の人口は、なんと77億人です。と言ってもピンとこないかもしれませんね。日本は、と言いますと、世界で10万名、1億2千万人になっています。世界人口に占める割合で言うと、 1.5%に過ぎませんこれを見ても世界が広い大きいということがわかるかと思いますさて二つ目のメッセージは世界は多様世界はいろいろだということですまずは言葉について見てみましょう世界ではどんな言葉がどのくらい使われているのでしょうか 想像をしてみてくださいこのグラフは世界で話されている言語とその人数を示したものですいくつかの指標がありますがこれはその一例ですこうしてみますと英語、中国語、スペイン語、フランス語あたりは想像通りかもしれませんがヒンディー語、アラビア語、ベンガル語 こういった言語がこんなに話されているということは、うどんじない人が多いのではないでしょうか。そして、やはり英語は必須のコミュニケーションの手段であるということがよくわかります。まずは英語に磨きをかけることがとても大事です。だからこそ、麗卓大学は英語の勉強に大変力を入れているわけです。 次に世界の国々の経済の状況も多様で様々です。ここでは経済規模を GDP で比較してみましょう。この円グラフは世界全体の GDP に占める主な国の割合をパーセントで示したものです。これを見てみますと、 アメリカが最大で世界の24%のシェアを占めており依然世界最大の経済規模となっていますそれに次ぐのが中国そして日本は3番目の規模となっていますなお EU すなわちヨーロッパ連合が22%を占めていますが EU は多数のヨーロッパ諸国の合計ですので国別で見ますと アメリカ、中国、日本が3大経済規模とということになります。先ほど世界には193か国があるということをお話をしましたがその経済規模には大きな差があり経済状況も国によって多様であるということがここからも想像できるかというふうに思います。さて3つ目のメッセージは。 世界はつながっているということです。近年、そのつながりは密接なものとなってきています。はじめに、人のつながりを見てみましょう。日本を訪れる外国人の数を見てみますと、このように、ここ数年で急速に増えています。 現在は新型コロナウイルス感染問題の影響でストップをしていますが傾向としては人の面での世界との交流は急速に増えているということがわかるかと思います次に仕事の面から見た世界とのつながりを見てみましょうまず民間企業の動向を見てみたいと思います このグラフは、世界でビジネス展開をする日本企業の拠点の数の推移です。着実に増えているということがわかるかと思います。このように、海外拠点は10年余りで倍増していまして、仕事の舞台も世界に広がっているということがわかるかと思います。一方で、 国のレベルでも世界とのつながりが重要になってきています。例えば、この写真は、昨年、先進7カ国の首脳会議の様子です。世界の政治リーダーの間でも、経済問題や地球環境問題など、国際レベルでの協力が不可欠なものとなってきているわけです。 このように今や仕事もグローバル舞台は世界になっているわけですこれはおまけですが私自身もこれまでの仕事の中で海外とのつながりの重要性というものを感じることが数多くありました例えばこれは インドに行った時の写真です。インドの首都デリーには立派な地下鉄が走っています。これは日本の協力で作られたものです。日本とインドの協力の一つのシンボルという風になっているわけです。また、これは国連の主催でスイスのジュネーブで開催をされた 防災に関すす。る会議です世界各地で起きる自然災害から人々を守るために災害の多い日本の経験を生かしていくということが重要だというふうに感じました。これまでいろいろとお話をしてきましたが今度は皆さんの出番です。 世界で活躍をする力をつけるためにはそれなりの勉強も必要です。でタク大学のグローバルビジネス学科はまさにそのためのゲートウェイとなっているわけです。グローバルビジネス学科では留学を通じて国際感覚を養いつつ英語をしっかり学ぶということはもちろんですが経済学 経営学、政策論などをしっかりと学ぶことができます私自身は主に経済学関係の科目を担当していますその中では理論だけではなくて現実の政策動向や世界情勢に即した実践的な内容の授業となるようにしています ここまで皆さんと旅をしてきました。次は皆さんの出番です。ぜひ次の一歩を踏み出してもらいたいと思います。皆さんと冷卓の森でお会いできることを楽しみにしています。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。 概要欄から期間限定で、先生への質問・感想を受け付けております。お待ちしております。冷卓大学では、スカイプでの個別相談も平日、毎日実施中です。入試のことや大学のこと、気になること、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。